水曜日の新規感染者数は2週連続で前の週を上回りました年代別では10歳未満が131人10代が116人20代が144人30代が145人40代が117人などとなっていて40代以下が全体の85%を占めています新たに2件のクラスターが発生し 多賀城市の児童関連施設で8人、名取市の医療機関で19人の感染が確認されました。また、入院していた70代の男性が亡くなり、県内の死者数は176人となりました。